歴代最高記録を語ろう。野球の？野球ですよ。はい。じゃあ問題です。ででん。ででん。歴代最高試合。はい。これイージーですよ。はい。3021試合出た男がいます。はい。日本だけね。NPB だけです。イチローとか、うん、あのはダメです。日本、あ、日本にいる間の数しか計算されんってことね。そう、誰でしょう。これイージーです。一番試合に出た人だよね。一番試合に出た人、これは知ってる。はい、谷繁さん、いいですか。はい、ファイナルアンサーですか。はい、ファイナルアンサー正解です。まあ、これイージーだよね。はい、3021試合も出たんですよ。すごいですよね。そこの電卓で計算してみてくださいよ。3021割る、だって1年間で160 143、今は143、昔130なんで、130で計算したらいい。135でさ割ってみて。3021 22.3777。約22年間やってるって。毎日フルで出てるってことだもんね。毎日出てるんですよ。え、すごいね。まあでも代打で出たとか、あ、それも守備固めてたってのもカウントされるんで、それもカウントにされるのか。でもすごいね。3021回ライブできますかって話ですよ。いや、やりたいですけど、まだ100もやってないじゃん。やってないね。だって毎日やっても365だもんね。そうですよ。え、10年やらんといかん。そう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 。すごいね。だからそんな谷繁さんにあなたサインもらったんですよ。はい、ありがとうございます。なのに谷繁の服は着ていないっていうね。はい、で、はい、現役で一番試合出てる人は誰だと思いますか。現役か、今現役、わかります。いや、パッと出てこんね。出てこないでしょ、うん、西武ライオンズの栗山選手です。1番だっけ。背番号1番、うん、2241試合。あ、でも700ぐらい離れてるってことか。600700ぐらい離れてるってことか。だからあと、うん、800だから、あと7年、5年、ん、5年フルで出てた。栗山さんと、もういや、もう40近いんじゃない。ああ、どうなーですね。うん、いや、でもすごい、でもすごい、2000代ってすごいですね。はい、で次、はい、歴代最多登板ピッチャーでマウンドに上がった人、これもイージーですね。ピッチャーで1002試合、ピッチャー、これイージーです。これ分かんなかったらドラゴンズファン、あ、ドラゴンズ、ドラゴンズです。岩瀬正解。まあ基本やっぱね、やったー、全部ドラゴンズの問題になるでしょう。岩瀬です。1002試合出てるんですよ。1002試合抑えてたってこと。そう、で、あ、でも途中は、最初は違うのか、最後の方抑えだったってだけ。抑えだから、まあ登板数多くなったけど、まあ、なったけど、でも勝ってないと登板しないもんね。だし若月で出たり、本当はね、星野千一の1001試合でやめようと思ったんですけど、そうなんだ、浅尾が引退するときに、うん、最後は僕の後は岩瀬さん投げてくださいっつって、あ、で1002になった。1002になった。何それ、いい話。いい話ですよ。なるほど、まあ、岩瀬さんには散々助けられましたんで。すごいよ、鉄腕っていう、怪我なく。でもやっぱ体が丈夫って健康であるって大事ってことだよね。そうそうそう、大事大事、本当に。でも岩瀬は2004年か5年の開幕戦、お風呂で滑って転んで、うん、なんか足の指かなんかやって1ヶ月遅れた時あったけど、ね、そっちの怪我かよみたいな。じゃあそれがあったらもうちょっと増えてたってことですね。そんなことがありました、うんうん、はい、じゃあ次、はい、これもイージーです。歴代通算2塁打、これイージーです。あ、え、ドラゴンズだもんね。はい、立浪監督。あ、正解です。やるやん私。じゃ何本でしょう。いや、何本、いや、これもイージーですよ。2塁打ってどんぐらい打ったらすごいの。400超えたらやばい、すげえ。で、年間に50本とか打ったらすごいもん。大体30本ぐらいなんで、400打ったらすごいってことは、うん、550、おお、487。ああ、487立浪。なるほどね、487か、すごいね。すごいよ。
これ高校卒業してずっと2塁打ずっとやってるからってことですよね。打ち続けてます、うんうんうん、でそれに続いてる人がいるんですよ、はい、現役で抜くんじゃねえかって。高校卒からずっと出てるジャイアンツの坂本さん。そうです。あ、坂本が445。あ、抜きそうじゃん。ちょっとこの間コミュニティで勝手に盛り上げたんですけど、はいはいはい、抜くんじゃねえって。あ、二塁打のね。そう、今シーズン20本打って、来シーズン20本打てば抜いちゃう。抜いちゃう。485であと2本差みたいな。そこを楽しみですね。多分抜かれると思う。あ、本当に。立浪の勲章がなくなってしまう。それだけ。立浪さん他はなんかないな。他でもね、試合も結構出てるし、うんうんうん、まあ、1位はない。1位がないってことか。なるほど、うん、なるほど。まあここ2年ぐらいで分かる話ですからね、これは。楽しみですね。はい、はい、じゃあ最後、はい、歴代ピッチャーで勝利数何勝したでしょう。もう何勝でいいよ。歴代ピッチャー今田中のマー君とかダルビッシュとかがメジャーと日本合わせて200いくかいかないかなんで、200勝。あ、そっか、名球会入るためには200勝しとかないといけないもんね。200勝って大変なんですよ。で、1位は何勝でしょう。242勝。うん、誰だと思いますか。え、でもドラゴンズってことだよね。ドラゴンズってこと。誰だと思いますか。これイージーですよ。じゃあまず勝利数、今中さん。今中はね、120ぐらいじゃない。100もいってないかも、下手したら。怪我したんで。だって今大野で70とかじゃない。あ、そう。100もいってないと思うよ。涌井が100ちょっといってるでしょ。涌井さんは100いってる、うん、ぐらいってことか。そう。へー、誰。でまず何勝っていうのが200。242。正解は400勝、うん、え、やばい。やばいっしょ。400やってる人いるんすよ。愛知県、近藤さん。え、権藤さん。あ、権藤権藤さんは 100いくつだと思う。あ、怪我しちゃったから。愛知県出身です。で、名球会作った人です。あ、これもスーパーヒントよ。あの、ダメ、出てこない。金田さんですね。金田さんだ。愛知県稲沢市出身ですか。え、ドラゴンズだったんですか。ヤクルトから巨人いて、ドラゴンズじゃないです。ドラゴンズじゃないんかい。めっちゃドラゴンズの枠で考えてた。愛知県だから。愛知県だからね。なくなっちゃいましたけどね。え、400勝、うん、毎日投げてたらしいよ。すごいね。俺だっつって。俺がやるっつって。ああ、それ、あの、時代の問題もあるんですか。いやいや、時代の問題もある。もう国士国士で。今だと毎日出たいって言ってもまず出させてもらえないですよ ね。金田さんの時なんて、俺が行くっつってスピードガンとかなかったから、うんうん、何キロ出てたか分かんない。で、今160とか出すじゃん、大谷が、うんうんうん、生きてた時に、うん、羽田さん現役の時何キロ出てましたか、うん、俺170いってるねとかっていうことは言ってましたけど、まあ、本当か嘘か分かんないけどっていうね。っていう伝説のピッチャー。それはすごいな、うん、しかもある程度の回まで投げるってことでしょ。そう、毎日 9回まで。肩最強じゃない。羽田やばい。やばいね。彼だ、やばい。いや、すごい。急に追いたくなりましたわ。完投365だから。365試合負けても勝っても9回まで投げてんの。あ、もう、完投だから。やばいね。うん。絶対それは超えれないじゃん、今後。そうなの。すごいですね。現役で一番勝ちを、今、最後。投手。一番勝ってる投手。ヒントは？ヤクルトです。ヤクルト？うん。これもイージーですよ。え、今先発で投げてる？先発。なんか応援したくなるよね。中日戦では結構打たれてたね。見てる見てる。何回も見てる。うわ、全然出てこない。青木さんしか出てこないわ。ピッチャーじゃないね。そうだよね。石川です。言われたら、言われたらあーってなるわ。なるほど、なるほど。が一番勝利してるの。185なんて。あと15勝。じゃあ、あと15勝したら迷宮会入り。うん。あと2年、3年。てか、
てか迷宮帰り大変だね。大変なのよ、きついよ。なんか200勝ってきついじゃねえっつってで問題な問題っていうかあれですよね、下げても150ぐらいにしようぜみたいな。だって自分が投げ続けても点入れられちゃって勝ちつかんかったらそうよ、なれんもんね。去年の中日の投手陣みたいな。そう考えるとなんか野球人生として迷宮界に入った方がいい、入りたいっていう選手だったらこの1年申し訳なかったよね、去年の1年間ね、うん、先発投手の皆さんには。そっかー、でも面白いね、歴史をたどる。はい、以上でした。はい、まだいっぱいありますから、これ、はい、歴代誰が三振したかとか、おもろいね、いろいろあるんで。野球の歴史ドラゴンズ編になるのかな。はい、はい、でした。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。